バルチク宮殿黒海岸のリゾート地、アルベナ・ドブリッチ州は、ブルガリア北東部、南ドブロジャ地方に位置する州。州都はドブリッチ。ドブリッチ州の基礎自治体ドブリッチ州には8つの基礎自治体がある。ドナウ川川口のドナウデルタにほど近いが、ドナウ川には面していない。北は、ルーマニア領のコンスタンツァ県であり、西にシリストラ州、南は、シュメン州及び、 バルナ州に接し、東は黒海である。全体的に標高は低く、黒海岸には平原が広がっている。第一次ブルガリア帝国発祥の地、ドブリチには同国を建国した皇帝、アスパルフハーンの像が建っている。1913年、第二次バルカン戦争によって、ルーマニアに編入されたが、1940年のクラユバ協定によって、 ブルガリア領に服した。ルーマニア統治時代に、同国のマリア王妃によって建てられた夏の離宮、バルチク宮殿が残されている。ルーマニア統治時代、この地方はカリアクラ県と呼ばれた。2001年現在、ドブリッチ州には215,217人が居住しており、そのうち76.3%はブルガリア人、13.1%はトルコ人、 8.7%はロマであるとしている。トルコ語を母語とするものは人口の15.4%に上る。トルコ人のうちの少数はガガウズ人であるとみられる。ドブリッチ州は他の国会沿岸部同様、ビーチリゾートの地として観光産業が盛んである。バルチク州のアルベナには長く美しい砂浜があり、多くのリゾート施設が立ち並んでいる。 バルチクには3つのゴルフ場なども整備されている。ありがとうございます。